日本代表がヨーロッパでカメルーンとコートジボワールと試合をやるらしいけど、ヨーロッパでやるんだったらヨーロッパの国でやればいいのにと思った人少なからず多くいたよね。どうも松さんでございます。この動画は松本山雅サポーターが独断と偏見で語るチャンネルです。いや、少なからずヨーロッパの国ならばヨーロッパの国で日本代表対ヨーロッパの国でやらせてもらえばいいのにね、なかなかね、ヨーロッパのね、チームっていうか、ヨーロッパのね、国のね、関係もあるんですけども、やっぱね、ヨーロッパとね、やることがですね、日本代表の強化にもつながりますし、日本代表の、そう、呼ばれた選手たちのね、成長にもつながると思うんで、できればですね、やりたかったんですけども、ちょっと残念なところありますね。さあ、そんなわけで、ちょっと、なんかね、感じでね、ちょっとね、後ろめたい話をしてしまいましたけども、今回はですね、松本山雅の分析動画をやっていきたいと思います。さあ、今回はですね、今回はですね、J2 第18節、レノファ山口対松本山雅の試合、こちらの試合ですね、2対2っていう感じで、引き分けましたね。ね、本当にですね、アディショナルタイムまで本当にわからない試合だったっていう感じでしたね。本当に激戦って言える内容でしたね。さあ、この試合ですね、僕が終わった後ですね、ツイッターで、本当にですね、評価が難しい試合だったって呟いたんですけども、本当にですね、今回の試合、まあ、いろんな面で、成長とか、あとは、松本山雅の改善されない問題とかはありつつも、本当にですね、ちょっと、いろんな面で今回難しい試合だったって感じがしますね。はい。さあ、じゃあ、両チームの布陣ですね。はい。じゃあ、青が松本山雅で、赤がレノファ山口ですね。じゃあ、まずですね、レノファ山口から行きましょう、今回は。はい。レノファ山口ですね。レノファ山口はですね、3-4-2-1をやってきましたね。で、3-4-2-1で、5番と6番の選手ですね。佐藤選手と、高じゃなくて、コウ選手ですね。コウ選手が、こんな感じでですね、アンカー気味になって、どっちかの選手がこうやって、こういう感じにですね、ここを取ってましたね。ここの、バイタルのところを取ってましたね。で、あとはですね、ウィングバックの、田中パウロ11選手と田中陸選手ですかね。田中選手がですね、サイドで、8対1に、陣取ってましたね。でですね、僕がちょっとですね、今回、気になったのがですね、レノファ山口のビルドアップですね。ビルドアップがちょっと、あれでしたね。なかなか、山鹿の痛いところついてんなっていう感じが受けましたね。それがですね、前半の給水タイム明けからですね、ここにですね、佐藤選手が置いてきます。で、ここに、コウ選手が陣取りますね。で、ここのコウ選手がですね、こうやって、ボランチのですね、ボランチがですね、松本山こんな感じで、やってましたね。はい。で、中はですね、こう締めて、まあ、ウィングバックはこういう張る感じになってましたね。で、コウ選手がですね、ここで、いることによって、ここで、もし、塚川選手が当てたところ、シャドウの選手ここを取るっていう感じですね。はい、ここのスペース。ここのスペースをですね、うまく活用したのかな、活用しようと思ったんじゃないかなと思っております。まあ、一応、印象的なシーンは、39分33秒からですね、こちらのシーンですね、3番の、ヘナン選手ですね。ヘナン選手がですね、ここで、ボールを持ってますね。で、今、アウグスト選手がですね、プレスに行こうとしてますね。で、今ですね、5番じゃなくて、6番の、コウ選手の動きご覧ください。ここにですね、位置取りをするんですけども、塚川選手の動きご覧ください。はい、走ってきますね、ここに。コウ選手の、ところをですね、ハイプレスをかけて、できるだけですね、ここの位置を開けないようにですね、僕がさっき言ったここの丸で囲った位置ですね、ここを開けないようにしたいんじゃないかなっていう狙いがありますね。ただですね、これですね、ちょっとですね、距離がありますね。で、次のシーン、39分35秒。はい、ここでですね、案の定、ボールを持たれてしまいますね。で、まだこれでも、間に合わないんですよね。で、おまけにバイタル、ミッドフィルダーと、最終ラインの位置。のところ最終ラインのですね、間、ご覧ください。はい、結構空いてるんですよね。で、レノファ山口の選手もですね、ここ、一人陣取ってますね。で、次のシーン。はい、ここで、39分37秒のシーン。ですね。はい、ここで、さっき、バイタルにいた選手ですね、ここに渡ってしまいましたね。で、ここで渡ってしまったことによって、さっきのですね、僕が、ずっと言っていた、
ずっと言っていたここの、丸で囲ったスペース、ここにですねボールが渡ってしまいましたね。これをですね、レノファ山口はですね意図的に作って、そこからですね、前線に、ボールを供給してましたね。これがですねレノファ山口の狙いだったのかなっていう感じがしますね。はい、というわけでですね、松本山は対して、442でいつも通りにやってきましたね。ここで、今回の442はですねやっぱハイプレスで仕掛けてきましたね。でこのハイプレスがですね今回は有効的だったのかなと思っております。僕はですね今回松本山がでちょっと語っておきたいことはですね、選手たちの成長ですね。はい、なんか森保さんが言いそうなコメントなんですけども、はい、選手たちの成長と戦術的な成長が見られましたね。戦術的な成長がまずですね、最終ラインからビルドアップをするってところですね。これがですね成長したなと思いましたね。で、今回ですね、ここに入ってる塚川選手がですね、塚川選手がこういう降りる形とか、ここに降りる感じ、センターバックとセンターバックの間に降りるとか、あとはですね、サイドバックの、ここですね、サイドバックの空いた位置ですね。まあ、よくですね、レオザフトボールさんがよく言ってるクロスロールみたいな感じのやつですね。こういうことをですね、よくやってましたね。で、僕がですね、今回、松本山がで語っておきたいのがですね、流動的な、ポジショニングをしてたっていう印象がありますね。で、こちらのシーンご覧ください。50分46秒のシーンから。はい、こちらですね。乾選手が今、ボールを持ってますね。で、塚川選手の動きご覧ください。はい、こうやってね、前へって、ボールを、コーチングしてますね。で、この前へって言ってるのがですね、画面から切れてますけれども、高木俊也選手がですね、画面から切れた位置にですね、言ってますね。で、次のシーン、51分49秒のシーンですね。で、今ですね、高木俊也選手にボールが当たりました、ね。で、塚川選手ですね、ここで素晴らしいのがですね、こうやってですね、後ろの選手の視野を確認してから、いることを確認してからですね、前にですね、走っていきますね。こんな感じで50分51秒のシーン、はい、こうやって前に走っていきますね。でここのセンターバックとサイドバックのところニアゾーンですね、ニアゾーンに走っていきますね。これがですね本当に流動的に今回行われたってところはですね本当に松本山の成長の一つだと思いますし、あとですね塚川選手の成長ですね。塚川選手がですね、自分から自らコーチングすることによって、なかなかですね、まあ、なかなか最終ラインでリーダーがいない中で自分がまとめるっていうところ。あとはですね、自分で引っ張っていくっていうところがですね、本当に素晴らしいなと思いました。今回ですね、ちょっと、一つ言わせていただきたいのがですね、坂野選手ですね。はい、坂野選手ですね、今回2回の決定機を外してしまいましたね。で、今回、その2回定機を外してしまったっていうところかな。坂野選手がですね、今回叩かれてしまうのかなっていうちょっと心配になりましたね。で、僕はですね、坂野選手、全面擁護でいきたいと思います。で、坂野選手ですね、本当に、今回ですね、こうやって、サイドのところですね、サイドのところで、ポジショニングを取って、最後、ジャイル選手が合わせる形とか、あとはですね、久保田選手とか、ここに入っているアグスト選手がこういう感じの形を作ってくるので、坂野選手がですね、どうしてもサイドに流らざるを得ない形を作ってましたね。ただですね、ここの役目をですね、僕は、アウグスト選手だったりとか、あとはですね、ジャイル選手がこういう形をですね、やってほしかったのかなと思いますし、あとはですね、坂野選手がここで張ってくれるおかげで、こうやって張ってくれるおかげで、はい、こういう感じですね、はい、こういう感じで張ってくれるおかげで、ここのスペースが空くよとか、あとはですね、ここで、狙いができるよっていう、ここで、合わせる形ができるよっていうところがありましたので、まあ、坂野選手がですね、今回2回も決定機を外してしまいましたけども、今回はですね、その、まあ、こういう形ですね、本当にサイドで潰されて、そこから、前選手に走ってきて、そこからクロスとか、あとはですね、逆サイドでは、久保田選手が走ってきてっていう形くらいで、久保田和音選手がここからクロスを送って、で、ジャイル選手とかアウグスト選手が合わせる形をですね、演出してたので、僕は個人的に坂野選手、今回ですね、影の MVP の一人でもありますね。なかなか、坂野選手がちょっといけない部分としてはこういうところもありますし、で、自ら潰し役になっているところ、で、ポストプレイで潰し役になってくれるところはですね、ちょっとですね、坂野選手としてはですね、まあ、ちょっときつい時期だと思いますけども、坂野選手ね、こういうところからですね、やっぱ、自分が、どういう形で活躍すればいいのかっていうところがですね、わけは、まあ、分かってる感じがしてですね、まあ、よかったかなと思っております。ではですね、ちょっと、今回、前から気になっていることを言って、
言いますけども、60分ですね、後半60分にですね、服部選手を入れましたね。で、この服部選手の起用ですね。で、今回はですね、服部選手、やっぱ、ここで、ちょっと、疑惑の判定もありましたけども、ここからですね、ヘディングで合わせる形をですね、作ってたので、服部選手のね、狙いとしては今回、いい起用の仕方をしたのかなっていう個人的な感じはありますけども、やっぱですね、服部選手ですね、服部選手に、僕がですね、ちょっと修正してきてほしいのはですね、後半に入れた選手、坂野選手とセルジーニョ選手ですね。まあ、坂野選手はずっといますけども、セルジーニョ選手ですね。で、セルジーニョ選手はですね、こうやって、裏抜けのところですね、オフザボールの動き、とても上手な選手なので、まあ、オンザボールの動きもですね、やっぱもうドリブル突破とかのね、動きですね。まあ、前回ね、山形戦でもですね、こういうドリブル突破から、PK を獲得したシーンがあったので、ドリブル突破とかもそうなんですけども、坂野選手の良さとして、オフザボールの動きですね、オフザボールの動きもですね、まあ、これをですね、一つ良さとして出したいとしたら、やっぱ、服部選手がここに、ここのスペースですね、バイタルですね、センター、最終ラインとミッドフィルダーのところで、ここで、潰し役になって、ポストプレイで潰し役になって、そこから、セルジーノ選手とか杉本太郎選手が走ってくるとか、坂野選手がこうやって走るっていう関係ですね。裏を取るとか、セルジーノ選手がこうやって裏を取るとか、杉本太郎選手が、ここから、裏を取ってとか、ここで間受けして、そこから、セルジーノ選手とか、杉本太郎選手もですね、ここからミドルシュートあるので、そういう形をですね、服部選手の起用で、僕はですね、見せてほしいのかなと思っております。さあ、そんなわけで、じゃあ、動画の最後にですね、今節のじゃあ MVP を発表させていただきましょう。じゃあ、今節の MVP はですね、やっぱこの人しかいないですよね。はい、塚川浩貴選手ですね。はい、おめでとうございます。で、塚川選手ね、本当にですね、今回、2得点決める形ですね。まあ、自分の自らヘディングで合わせる形。で、このヘディングの形ですね。で、試合後のコメント読んできたんですけども、クロスから、合わせる形はですね、やっぱ練習でやってきたって言ってたので、やっぱですね、これは練習通りに仕込めた形なのかなと思っております。で、塚川選手のコメントを見ますと、塚川選手ね、たまたまですよ、みたいな感じのこと言ってるんですけども、やっぱですね、やっぱ、こういうセットプレーの時もですね、坂野選手、ジャイル選手がですね、右にずれて、他の選手がですね、左にずれて、そこからですね、塚川選手が真ん中でただ飛び込むだけ、っていう形なんですね。意図的にですね、これを作り出してたので、本当に素晴らしいシーンでしたし、あとですね、守備のところではですね、本当に球際で負けないで、球際でですね、本当に、他のね、ボランチの選手とかセンターバックの選手もいるんですけども、やっぱ、そこでですね、ひときわ負けないところを見せてましたし、あとはですね、出るタイミングがですね、本当に塚川選手最近分かってるなっていう印象がありますね。で、本当に、ピッチをですね、こうやって、縦横無尽に、ボランチなのに、ボランチで、本当は守備的な選手なのに、どっちかっていうと攻撃なところを見せてくれるところはですね、本当に攻撃の面でも守備的なところの面でも、本当にですね、今シーズン一番成長を見込める選手なんじゃないかなと僕は個人的に思っております。さあ、そんなわけでですね、この動画が面白ければいいね、コメントお待ちしております。あとですね、SNS 今やっておりますので、インスタとツイッターですね、やっておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければいいね、コメントお待ちしております。あとですね、 SNS、Twitter、Instagram こちらの方やっておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。